こんにちは、チャットロと申します。ご覧いただきありがとうございます。平成生まれが遊ぶということで早速やっていきたいなと思いますが、今回第1回目の動画になりますので、このチャンネルで一体どんなことをやっていくのかということを最初にお話ししておこうと思います。このチャンネルではですね、いろいろなゲームをやりながらゲーム音楽のことを中心に、そのゲームに関するいろんなお話をしていきたいなと思っています。ただお話ししたいことたくさんありますので、できるところまで、そのゲームが終わるまでにいろいろ話すという感じのルールを決めてやっていきたいなと思っております。そういうわけで、記念すべき第1回に選びましたタイトルはこちらです。はい、パックマンですね。パックマンといえばやっぱりこの曲でしょうという曲が一番最初始めた時1回だけ流れまして、それが本日の第1曲目になりますので、お聞き逃しのないようにお願いします。それでは行きましょう。流れますよ。はい、はい、どうでしょう、この曲です。やっぱりパックマンといえばこの曲でしょうってね、思われる方たくさんいるんじゃないかと思いますけど、いや、この曲いい曲ですよね。僕もこの動画撮るためにですね、何回も何回もこの曲聴いててですね、さすがにいい加減飽きるだろうと自分でも思うんですけども、全然飽きないんですよね。何がそんなに魅力なのかと自分でもよくわからないんですけど、たった4小節しかなくてですね、楽譜もすごくシンプルですね。なので、そんな小難しいことはしてないんですけど、2小節目で半音を高く転調して、ここで結構ね、緊張感があって、3小節目で元に戻って、4小節目で、チャン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 っていう感じで終わると。こういう安心して終わるって、そういうたった短い、この短い中にですね、すごく展開があって、そういうところに、魅力があったりするのかなとも思ったりもするんですけども、そういう話ではなくてですね、もう世界中の方が今の短いモチーフをですね、いろんな面白い形にアレンジして YouTube とかに上げてたりするんですけど、すごく愛されてる曲ですね、今でも。そういうところを考えると、そういう理論的なところとかではなくて、何か人を引きつける、ね、魅力がある曲なんだろうなって思いますね。もう今じゃなんかクラブミュージックとかにもなったりしてるみたいですよ、今の曲アレンジされて。面白いですよね、かなり。というわけで、この後コーヒーブレイクの時に流れる曲が本日の2曲目です。いかがでしょう、この曲もいい曲ですよね。オープニングの曲とはちょっと違う雰囲気でですね、すごく可愛い系の曲なんですけど、アニメーションもついてですね、まさに、コーヒーブレイクの時間なんで、あれはね、まさにコーヒーブレイクという感じの曲ですけど、パックマンはオープニングの曲と今のコーヒーブレイクの曲で合計2曲が音楽としては入ってますね。で、どっちもカイトシオさんという当時ナムコでゲームデザイナーとして働かれていた方が作曲されてますね。で、デザイナーが作曲されてたんだっていうところをちょっと不思議に思ったんですけど、当時のゲーム業界的にはその兼任っていう形でね、ゲーム音楽を作ったっていうのは、なかなかそんなに珍しいことではなかったみたいですね。時代としてそういう時代だったみたいです。なかなかすごいことだと思いますけど、無事に3面クリアして4面に入りましたけども、カイさんはジャズが趣味でやられてたみたいなので、さっきのコーヒーブレイクの曲とかね、ブルーノートっていうジャズでよく使われるような音が使われてたりしますね。一番高い音です。この後何回かでコーヒーブレイクの曲は流れますので、そこをちょっと注目して聴いてみてください。一番高い音ですね。今1万点溜まったので一気上がりました。そんな感じでパックマンやってますけども、なんとなく順調に進んでるので、ちょっとパックマンのことを紹介しようかなと思いますね。パックマンは始まりが1980年です。ナムコがアーケードゲームとして稼働しました。で、80年稼働ということで、今2020年ですので、ちょうど40周年を迎えて今盛り上がってるところですね。グッズがたくさん出てたりとか、それこそ有名なボカロ P の方がですね、パックマンの音楽アレンジしたりとかしてますね。で、ルールはこのドットを食べていくっていうルールなんですけど、この点滅しらす食べると敵が異次元状態になって反撃できます。反撃できなかった。操作ミスをするとこのゲームはやられますね。ちょっとした操作ミスをしないっていうのがこのゲームの一番のポイントです。っていうのは冗談のようで冗談じゃないんですけど、本当に操作ミスをしないっていうのはかなり大事なゲームですね。で、この反撃をうまく使っていくという感じで進めていく感じですね。で、ステージ数に上限は、ない
なくはないんですけど、実は256面で、あ、コーヒーブレイク2回目ですね。ステージ数上限は256面で、ちょっとゲームがバグっちゃってね、そこで終わるっていう有名なバグがあったりするんですけど、それは置いといて上限はありません。ただスピードがどんどん上がってきますね、1ステージごとに。でそれの上限が21面です。21面までどんどんスピードが上がっていくという感じですね。なので今回の動画でも21面までやりたいなというところなんですけど、なかなか難しいゲームでしたね。そこまでは申し訳ないですけどできないだろうと思っていて、10面クリアぐらいはちょっと目標に考えてます。それまでに喋りたいことを全部喋ると、そういう感じでやっていこうと思ってます。でですね、パックマンというゲームにすごく重要なのがですね、デザインのとこなんですけど、80年稼働ということで、当時はスペースインベーダーとかをはじめとしたシューティングゲームが流行ってた時代ですね。で、シューティングゲームといえば、やっぱり男性が、男の子が大好きなゲームなんですね。女の子で好きな人もいるかもしれないですけど、一般的な男性が好きで、なので当時のゲームセンターにも男性がすごく多かったんですね。それが悪いっていう話ではなくてですね、ないんですけど、やっぱり当時のゲームメーカーの間では女性とか子供とかもゲームセンターに呼び込みたいねっていう話があったみたいです。7面クリアです。でそのために何を考えたかというと、やっぱりシューティングってすごく硬派なゲームなので見た目がすごく難しそうなんですよね。初めてゲームセンターに例えば女性が来たとしてもやってみようって気になかなかなれないと。なのでパックマンはそういうところを考えてですね、可愛い、見た、今上に来たかったのに操作ミスをしないのがポイントですね。こう見た目がお化けもカラフル、自分もカラフルで、音楽もいい音楽でっていうところで、こう見た目可愛い曲作った、可愛いゲームを作ったんですね。で、見た目もそうなんですけど、操作がすごく重要で、パックマン、ゲームの難易度としては高いんですけど、縦横に動くだけで、筐体にもレバーがあるだけなんですね。対してシューティングゲームというのは縦横斜めの8方向に加えて、撃つとか爆弾を落とすとかいろんな複雑な操作が要求されるゲームですね。なので初めて見たときやりず、パッと見パックマンは入りやすいゲームになってるんですね。そういうところが、ゲームデザインの工夫としてはされてるみたいですね。ちょっとなかなか追われてますけど、お、危ない、反撃無人、危ない。この横の通路が大事です。これお化けが遅くなるんです。ここ避けるのに重要なテクニックですね、これは。でそんな感じでですね、ゲーム女性とか子供とかに人気が出て、それどころかも日本でもですし、海外も世界中ですごく人気のある、未だに人気のあるゲームになりまして、最も成功したアーケードゲーム機としてギネス記録にも認定されてますね。一番高い音がブルーノートですよ、今のです。伝わりましたかね。で、ゲーム史としてすごく重要な、歴史に残るようなゲームなんですけど、この動画一応ゲーム音楽のことを中心にということで、あんま話せてないですけどやってます。で、第1回目になんでパックマン選んだのかっていうところなんですけど、ゲーム音楽史としても重要なんですね、このゲームは。というのも、当時、ゲーム音楽の始まりっていうのがどこかっていうのはいろんな考え方があると思いますけど、当時の今左に行きたかったのにっていう操作ミスでばっかりミスってますね。いい加減学べ自分っていう感じですけど、当時、ゲーム音楽の一般的な考えとして効果音っていうのがすごく重要なものだと考えられてたんですね。もちろん今でも重要なことには変わりないんですけど、効果音っていうのを主に使ってゲームを表現してたっていう時代でした。スペースインベーダーとかにやってもらった方は分かると思いますけど、あのゲームには音楽がなくて、代わりに敵を撃つ時のキンキンってすごく高い音が印象に残ってると思います。そういう時代だったわけですね。効果音の方が重要だと考えられた。そんな中でパックマンは、最初に聴いてもらった曲とか、コーヒーブレイクの時の曲とか、すごく音楽性を感じる音楽が使われました。それはしかもそのゲーム のオリジナルの音楽で、この曲いいなっていうのを感じたんですね。言ってしまえば初めてゲーム音楽っていうのを意識させたゲームだったわけです、パックマンが。そういう意味でですね、
こうゲーム音楽史としてパックマンというのはすごく重要な一歩になっているんですね。ゲーム音楽の始まりといっても過言ではないかもしれないです。そういうわけで第1回目にこのゲームを選ばせていただいたかもしれないですね。今10面やってますけど、ここクリアしたら一応目標達成です。なかなか自分のね考えたルート、まあ、僕何回かやってる中で自分のルートを発見してですね、そのルートでやってて、そこから外れちゃった時がなかなかこのゲームの腕の見せ所ですけど、あ、これはいけそうな感じかな。お、いった、いきました。10面クリアしました。あとはどこまでいけるか応援していてください。でですね、今僕がやってるのはファミコン版ですね。これ80年にアーケードで稼働したんですけど、いろんなところに移植されてですね、今やってるのはファミコン版です。で、まあ実は今回は難しいですけど、ファミコン版とアーケード版でね全然音が違ったりとかしてね、この当時のゲームって、そういう違いも見せれたら面白いなとは思ってるんですけど、まあ、ゲームボーイとか、まあ、いろんな当時のいろんなゲームハードにパックが移植されています。でですね、まあ、見た目こんなんですけど、あ、4回目のコーヒーブレイク、個人的には初めて見ました。で、見た目こんな可愛いんですけどね、すごく難易度高いので、まあ、そうい う手応えのあるゲームを求めている方におすすめの一本です。今12面に来てますね。で、コーヒーブレイクって実は最初プログラマーの方にゲーム以外のものを作りたくないって反対されてたみたいですけど、当時開発者の方がですね、絶対に必要だってことでこれを強く希望されて入って、結果すごくいい感じに働いているみたいです。あー、やられた。まあでも一応目標達成、最初に一応決めといたね、話そうと思ってたことも大体話せたかなという感じなので、まあ、個人的には満足のいく結果となった感じですね。今回のような感じでいろんなことをお話ししながらやっていきたいなと思いますので、面白いなと思っていただけた方、今後も楽しんでみていただけたら嬉しいです。一応今回ですね、お話しした内容は概要欄の方に文字でまとめてみましたので、そちらも目を通していただけたらと思います。当時ね、ゲームセンターで楽しまれていた方の感想とか、僕と同じようなレトロゲーム好きの平成生まれの方とか、いろんな人とね、コメント欄でお話できたりしたら楽しいなと思いますので、ぜひコメントの方もお待ちしています。というわけで、次回はラリー X というゲームをやっていこうと思っています。これはちょっと平成生まれ的にはちょっとマイナーかもしれないですけど、ゲーム音楽史的にもすごく重要ですし、これもすごく楽しいゲームになってますので、そちらもご確認いただけたらと思います。それでは今回はご視聴いただきありがとうございました。また次回ご覧いただけたら嬉しいです。それではさよなら、バイバイ。